はい、ではチリのね、中学校1年生の、最初の4回目、ですね、今回のタイトルは「地球儀と世界地図の違い」です。地球儀も世界地図も世界を我々がこう、正確に把握する、こう理解する上で大事なものですね。頭の中ではなかなかイメージできないものをバンとね、これが世界だよって言われると、ああそっか、日本はこの辺りにあるのかとかね、分かりやすいわけじゃないですか。だけど実は地球儀も世界地図も、不完全なものですね。だって本物じゃないから。だから本物を理解するための、助けになるものだけども、本物じゃないです。ここがポイントで、これがどこまで本当に近いのか、それからもう嘘はどこなのかということを理解してないと、嘘を本当だと思っちゃうというところになりますから、今回はですね、地球儀と世界地図、それの長所と短所を理解して、短所をしっかりと理解することで、よりちゃんとした地球への理解につながるだろうということをちょっとやってみたいと思います。はい、狙いですが、地球儀と世界地図の長所と短所を考えます。はい、世界地図のね、地球儀の長所と短所。で、まずですね、地球儀ですが、もうこれ、地球儀はですね、ほぼ本物です。すごいですよね。だって形がもう地球だもんねって感じですね。地球のと同じような形していますね。だから、長所たくさんあるんですよ。長所は、1点と1点のこの距離について、それをね、これを、かける本物倍すれば、本物に近くなるということですね。この縮小分を拡大すればいいわけですから、1点と1点の距離は、正確に表せるし、面積とかも他と比べて、正確に表せるし、実際のこの国の形、これも正しい形だし、特定のところからの方位とかも、もうこれは正しく表せると。何でも正しく表せるんですね。だから、間違ってるのは実際の大きさぐらいのもので、でも実際にね、その本物を理解する上では、これですね、本当に、あと、凹凸があるかどうかとかもね、凹凸があるものもありますからね、かなりリアルなものもありますが、でもほぼ地球なんですよ、これは。だから、とってもいいと。いうものですね。で、一方で、じゃあ悪いとこあんの？というとですね、これあるんですよ、実は。ここに書いてある通り、持ち運びに不便。そうですね、これそうですね、それからもう一つは、世界全体を一度に見渡せないと。こちらからはですね、大西洋見えるんですけど、そっちが見えないですね。大西洋見えないですよね。で、逆にこっちからは太平洋は見えません。そちらは見えますね、太平洋ね。というような感じで、見えないと。でもそうですよね。この持ち運びとかね、これ持ってちょっと電車乗る人とかあんまいないじゃないですか。それから、バッグにもね、入れられないし、なかなか。世界、もうこの一箇所、バーッと見えないということですね。だからこれちょっとね、使い勝手悪いんですね。使いにくい。じゃあ、使いやすくするためにはどうしたらいいのか。これが世界地図になってくるわけですよね。例えばこういう地図とかもバーン出ますが、ね、別に紙だから折ってポケットの中に入れて持っていけるし、しかも全部の国をですね、一度に見渡せるということですね。はい、とてもいいんですよ。はい、ただし問題点があります。この地球儀のここに書いた長所はことごとくダメってことですね。だから、こういうのっていうのは、正確な距離とか面積とかを表してないし、形もぐちゃぐちゃだし、方位とかも間違ってるということで、非常にですね、本物からすると遠い存在がこの地図だと思ってください。はい、で、ここでちょっとね、結構他のところでも言ったりするんですが、やっぱりですね、この世界地図と地球儀の比較をしたときに思うのが、人っていうのは、間違ってても、分かりやすい方に飛びつくということなんだなというふうに思うんですね。そういう性格なんだなと思うんです。やっぱり分かりにくいとかっていうのは、ちょっと、辛いし、不便っていうのにも耐えられないということですね。だから、
例としては、教科書と参考書で、参考書は硬くなくてこう分かりやすく言ってくれるし、ざっくりと、まあ、誤解を恐れずに言うけどねみたいな感じで、書いてくれてるじゃないですか。しかしですね、この地球儀と世界地図を比較すると、地球儀はより正確な情報をたくさん持っている、しかし不便なので、本当に間違いだらけなんだけども、簡単でなんかこう、まあ分かりやすい方ですね、便利な方を選んじゃうということですね。だから気をつけなきゃいけないのが、分かりやすいものっていうのは基本的には間違いが多い可能性が高いと思いながら扱うことは大事だと思いますね。いや、分かりやすさを否定してるわけじゃないので、分かりやすく言葉を伝えたりとかっていうのはとても大事な技術だと思うし、いいと思うんですね。ただし、多くの人が分かりやすいものを得ようとすると、それが実は間違ったばかりの情報で、それが正しいと思っているだけになってしまいがちだということですね。はい、なので、まあ、不便だけども、できれば地球儀というものを実際に眺める機会は作った方がいいかもしれません。はい、実際にですね、例えばこういう風な地図を見てみると、この上のグリーンランドっていうのはむちゃくちゃでかい、し、この南アメリカ大陸と同じぐらいの大きさ、もしくは もうちょっと大きいぐらいの感じなんですが、みんなも、まあ、皆さんもね、第1回かなの授業でやりましたが、6大陸の中にグリーンランド大陸ってありませんよね。グリーンランドっていうのは、まあ、非常に大きな島、ですが、大陸ほどの大きさはないんです。これは北に行けば行くほど大きくなる地図で、南に行けば行くほどまた大きくなる。で、真ん中の赤道付近は本来の大きさみたいな感じの作り方をしているんですね。で、なぜかっていうと、その、この縦の線、経線に対する角度をですね、正確にしようというふうなところから作られるんですね。さっき言ったように、この世界地図にすると、あらゆる長所、地球儀の長所をこうなくしてしまいますので、どこか一つはちょっと正しいものを、入れたいということで、ちょっとこの方位とかだけは、正確に写せるものにしようとか言って1点だけを取り出して、作るんですよ。だからここなんかは方位ですね。普通に地球儀を分解するとこんな感じになるじゃないですか。はい、でもこういう状態でしてしまうと、こう斜めとかいた時にもこうないですから、正確な角度とかにならないので、ここを埋めた場合は縦にですね、こう引き伸ばさなきゃいけないというところで、強引に作っていったのがこれになるわけです。一応角度は合ってるので、船とかでね、まあ航海をする、船旅をするときの人たちが使っていたと言われている地図ですね。で、さらに中心からの距離と、距離を理解したいとか方位を理解したいっていうのは、こっちに、ね、あります。正距方位図法というんですが、中心、東京からの最短距離、も分かるということですね。まあ、飛行機とかでよく使われる地図ですね。はい。でも、形ぐちゃぐちゃですね。はい、形とかは、犠牲にして方位。形、面積は犠牲にして、距離と方位を、これ、まあ、見れるようにしようというふうに工夫しています。さらには、面積だけってなったら、まあ、これかなっていう感じですね。面積だけっていう感じになっています。だから、まあ、本物からはかなり遠いんだけども、これはこれでとても便利なので、実際よりはかなり、おかしなところがあるというふうに意識しながら見ると、まあ、便利に使うし、正確な情報を手に入れることができるだろうとということなんですね。なので今回の問題は、ちょっとそれを実感してもらうための問題を作りました。はい、これですね。東京からニューヨークの最短距離を世界地図に書き込みましょうということです。最短距離どこで、理解するかというと、この正距方位図法を使ってください。こっちですね。東京とニューヨーク正距方位図法で、
この形を見ながら、隣のこの地図にですね、どういうふうに、行ったら、最短ルートなのかということをこう記入してほしいですね。で、そうすると、東京、ニューヨークが、この地図からは絶対に、最短距離をね、想像できない、見つけられないということがわかります。この地図って結構使うので、我々も結構正しい地図だと思っていますよね。だけど最短距離とかを出すときには、この地図はもう全く役に立たないということが、これをやるとわかると思いますので、ちょっとやってみてほしいなというふうに思います。はい。では、以上で終わります。